申し込む。梅宮アンナアルバーニ制服に理解、普通の公立校とは違う倉玉モンハン論。モデルでタレントの梅宮アンナ45が12日放送の東京 MX バラ色ダンディ月並みダッシュ金曜5900に出演。東京中央区立の安明小学校がアルマーニがデザイン監修した標準服を採用して物議を醸す中、普通の公立校とはちょっと違うからと同校のアルマーニ導入に理解を示した。国会でも話題になるなど議論を呼んでいる公立小学校のアルマーニ制服問題。漫画家の倉玉由美氏46はとんでもないと思っていると導入に反対の声。公立学校はどんな経済状況の子も行けるのが当たり前。公立の制服は私服で通う煩わしさから解放されるという意味が一番大きいと話し、その上で銀座にあるセレブが多い学校っていう認識を間違って持っちゃっているという印象。公立校の本分をわきまえてとまくし立てた。これに対し梅宮はアルマーニ好きです私とあっけらかん。すごく有名だし銀座にあるしその場所にあるからアルマーニになったと思うと見解を述べると、しょっちゅう通るんですけど素晴らしいですよ、そこに入りたい人はいっぱいいるし普通の公立とはちょっと違うと続けた。ただ倉田氏はもう反発。普通の公立校だから、公立校は公立校、そこは勘違いしないでと納得できない様子だった。